ちは、こんばんは、おはようございます。本日はですね、山梨県に向かっております。久々の山梨県ですね。というか外出自体がもう1ヶ月ちょいぶりとかかな。そして山梨県自体も蓼科温泉に行く途中に行ったぶりぐらいなんで、3ヶ月ぶりとかそれぐらいですね。一時期はもう1ヶ月に2回とか行ってたんですけどね。まあこのご時世しょうがないですよね。で、今回なんですが、清水邦明さんのキャンプ施設っていうんですかね、ちょっと名前がね、施設名がわからないんですけど、そちらに向かいます。そちら一度だけ、あの平成最後の大寒波の日に泊まったことがあるんですけど、だいぶコスパがいいんですよ。すごくコスパが良くて、また気になって行ってみようかなとなりまして向かっております。ではまずですね、いつものように、道の駅そちらに向かいます。デイ、ほんと鹿さんの遭遇率がやばいですね。怖い運転。川口湖ですよ。ただいま、ただいま。3ヶ月前ぐらいも同じこと言いましたね。すごく久しぶりな感じがする。この通り好きなんですよ、本当。もう着きます。道の駅富士吉田着きました。かなり車中泊をしている方が多くですね、あまり大きな声出せないですけど、それにしてもここに来るまで3回鹿と出会いました。深夜に川口湖近辺をドライブする方、本当に気をつけてください。寝床を確保いたしました。外がすごく寒かったですね。これあと数時間後にはこの中灼熱になる予定なので、今涼しいうちに早めに寝たいと思います。おやすみなさい。おはようございます。朝7時です。久しぶりに全然眠れなかったですね。眠れないんで、天気も良くてですね、このように忍野八海に行ってみようかなと思います。今から行きましょう。まさか朝8時前から忍野八海に行くことになるとは。一日が長いぜ、今日楽しみましょう。駐車場着きました。無料駐車場があるって書かれてたんですが、全然どこにあるのか分からずこちらに止めました。駐車場から少し歩いて中池の方に向かう途中に鏡池ですかね、鏡池がありました。こちら濁ってるんですけど、その先に富士山が見えますかね。富士山すごい綺麗なんですよ。景色が見てください。これまだ8時前なので人っ子一人おりませぬし、お店もやっておりません。ここで軽く何か食べたりお土産見たかったのですが、やってませんね。そしてこの池は忍野八海の池とは関係ないみたいですね。人工池らしいですけど、こちらも富士山の雪解け水なので恐ろしく綺麗、すんごい綺麗。このお店の真ん中のあそこにある池行きたいんですけど、今入れないかな、入れるのかな、どうなんだろう。あそこが超綺麗なんですよね。行きたいな。っていうかこっちもすごいよ、普通に泳ぎたい。
ここを歩いていきまして、あー雰囲気いいわ。無料で見れるってすごいですよ、星の八海。これはで、こちらが一番有名な涌池でいいんですかね、涌池、涌池ですね、涌池。人がいないといいですな。うわーすごい、怖っ。透き通りすぎてて怖っ。見えますか、結構深いよ、すでにすんごい綺麗。この角度と、あれ富士山見えなかったっけ、あれ、あ隠れちゃってる、隠れちゃってますね。この角度とこうですかね、ちょうど隠れちゃいました。すごい。こちら前は水がすごい勢いで出てたんですけど、そして触れたんですよ、雪解け水。故障中ですね、残念。涌池をまっすぐ行きますと、こちらは結構お店が立ち並んでおりまして、10時以降になればこうにぎわってきてるんだと思うんですけどね、まだ時間は早いので閑散としておりますね。またいい雰囲気だ。朝の散歩コースにこんな道あったらいいな、気持ちいいな。これ宿も何軒かあるみたいで泊まってみたいですね。朝ここ散歩して、前日の夜とか、前日の夜の散歩もいいですね。ここで飲むのも最高だわ、いい道。はい、そしてこちらが続いて銚子池ですね。おー浅いんですよ、浅くて、あ湧いてるとこあった、湧いてるとこが、もうなんかすごいな、反射して何も見えないですね、けど綺麗。湧いてるとこ見えるかな、あそこ、ここ、これ、あ見えますね、なんとか。綺麗だよこれもまた、なんと落ち着く道でしょう。この木桜じゃなかったっけな、八海橋。うわーすごいですよ、ここもお見せしますね。どっちをお見せしようか、あーどっちもすごい、こっちかな。はい、この風情。2番霊場お釜池ですね、行ってみましょう。あの地図があるんですけど、これはおそらく全部行かないかな、何個行ったかな、3個4個行きましたね。あ今目に虫が入って、もう虫がすごい多いんですよ、雨上がりで多すぎ。おお、あこれは濡れるかな、ここだけ雨降ってますよ、風吹くとやばい、雫が、あーすごいすごい雨、深いよこれ。あーこの上の雫がいらない、表面が、私が来た瞬間だけ風吹いて雫が滴りをしましたけど、あまた来た、見えますかこれ、はい、この深さ凄まじい深さらしいですよ、これ奥の方まで。ではそろそろですね、中池の方の深い池っていうんですか、あちらが空いてるっぽいのでそちらへ戻ります。下に下れる場所を見つけたので、雪解けに触りますか。あ雲が、あ冷たっ。
めたかったか。気持ちいい、顔洗いた。これは冷たい。戻ってまいりました。果たして入れるかな。というか虫すごい、本当にもうやだ。着きましたよ。ではご覧ください。こちらが、あれ、あ、見えない。光の反射でもう空しか見えてないですね、これね。あららららららら、この反射で分かりますか。分かんないな。角度を変えたのですけれども、見えますかね、この綺麗さ。空が反射しちゃってるね。雲がちょうど気持ち悪い感じでもにゃもにゃしてるんですよね。あの鯉見えますか。この鯉とかはすごく深いところにいるんですけど、はっきりくっきりと見えてます。青く映ってますよね。すごい深い。これは泳いでみたい。本当、中どんな感じなんだろう、中の世界は。いやー、綺麗なんだけど見づらい。ちなみに池に反射していた空ですけれども、今こんな感じの空模様です。休憩所で休んでおります。天気さえ良くて時間がもうちょい遅ければ先ほどの池は本当に綺麗なんですけどね。残念ながら今回はお見せすることができなかったですけれども、少しゆっくりして次の目的地を探さないとな。この辺りは落ち着いてていいですよ。結構宿多いです。どんな方が泊まるんだろうな。せっかくなので一番遠い出口池という池に行ってみます。初めて行きますね。この辺りドライブしてて楽しいですよ。民宿とかお店が並んでて面白い。出口池着きました。駐車場がないんだよね、ここ。焦るわ。あ、こんな感じなんですね。こんな感じだそうです。パパッと降りてパパッとすぐ戻ります。鳥居がありますね。鳥居があそこに見えますか。ああ、行ってみたいけどもう無理だな、これは。はい、推しの八海出ました。いや、良かったですね。すごく良かった。これはぜひ推しの八海、川口湖近辺来た際は行ってみてください。土日はやばいと思いますけどね。そしてまだ時刻が9時前ということで、まだどこも開いてないのかな。どうしようかな。近くにあった魚公園だっけな、そこに行ってみますかね。行ってみましょう。魚公園駐車場着きました。入り口はどこだ。入り口発見。またいい感じの雰囲気の施設ですよ、これは。あー、なんて贅沢な時間でしょう。朝のこの時間帯の散歩なんて普段しないから最高だ。え、これは鯉ですか。鯉じゃないよね、このデカさ。すごいデカいんですけど。あれとかも、あの子、水槽か。これ水槽っぽいな。見えますか、このデカさ。え、1メートル50ぐらいあるか、これ。
でかいのが泳いでる。こちらで水遊びができるようですね。あと遊具もあります。ご家族にいいんじゃないですかね。ここは無料で入れますし。ああ、なるほど。子供の頃ってこういうせせらぎ大好きですからね。今でも好きですけど。水がきれい。はい、さかな公園出ました。いやー、今日は癒されてますね。それでもまだ午前10時前という。この後どうしようかな。ご飯行くか、スーパー行くか悩みどころですけれども、おそらく動画長くなってると思うので、この辺で一旦終了しますかね。で、また動画を分けて、キャンプ場編っていう感じになるのかな。では、また、次の動画でお会いしましょう。バイバイ。十分。これで1人4000円とかですからね。安すぎ。あとデッキもこのようについておりまして、ここでバーベキューができます。しかも